ランチしに来たんですか？はい、今日は京橋にランチしに来たんですよ。どこに行くか決まりましたか？まだちょっと迷ってて。最近ラーメンは食べました？いや、ここ多分どんぐらいやろ、福島のラーメンジェットさん以来2ヶ月ぐらいラーメン食べてないです。お店紹介しましょうか？いいですか？行くで。はい、ぜひお願いします。教えてもらったお店がありました。今日行くお店はこちら、中華そば丸岡商店京橋本店さんです。ランチタイムはサービスがありまして、白米か麺大盛りだそうです。嬉しすぎるやろ。学生さんめっちゃいいやん。食券スタイルのお店なので、まずは食券を購入します。サービスあるし、今日はこれにしよう。店内、すいません、お願いします。店内すごい面白い形のお店ですね。冷たい。それでは早速ビールとラーメン、ご飯セットがやってきました。今日のセットはこちらです。今は結構皆さん自宅にいらっしゃる方多いと思うんですけど、元気をお届けできたらと思います。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。ほい。うわ、うまっ。冷たい。ランチタイムの11時から15時まではサービスがありまして、私は白米にしました。中華そばつやつやです。チャーシューがめちゃくちゃ大きい。生卵も入ってるんですけど、こちらは2個までサービスだそうですよ。それではいただきます。わあ、うまい。2ヶ月ぶりのラーメン。柚子が香る結構濃いめの醤油ベースですね。これたまんないですね。わあ、油が絡んでる。カウンターと商店街向きの場所があるので、なんか商店街で食べ飲みしてるみたいな。麺は結構弾力のある麺で、お腹に突き入れます。京阪電車の音を聞きながらラーメン進む。生卵潰しちゃいます。うわ、これ麺との絡みが最高です。ツヤツヤしてますね。うん、うん、濃いめの醤油ベースなので、卵をつけるとすんごいまろやかになります。炭水化物かける炭水化物。またね、この豚肉がめちゃくちゃ大きいです。持っただけで柔らかさが分かりますね。ブヒ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 。チャーシューを当てにビールが進む。バキューム行きます。
この器だったので結構少なめかなと思ったんですけど、結構量があります。おにぎり2個分ぐらいはありますね。これチャーシュー丼にしたら絶対美味しいやつ。肉巻き渡します。ですね、まあ、奴隷さんと出来上がったので、今はそれで助けられてます。200ちょっと出るのが、今はもうその半分ぐらいかもしれない。200食1日200は全然行くんですけど、それ以下ですね、今。まあまあ、今は仕方ないですね。また皆さん来てください。はい、ぜひ。おすすめは肉増しですね。うちはチャーシュー、で、まあ、今かけて炊いてるので、通りでめっちゃ柔らかかったです。はい、ただ皆さんぜひ、ぜひ、ありがとうございます。めちゃくちゃ気さくでお優しいマスターとなっておりますので、ぜひ皆さん丸岡商店さん行ってみてください。美味しかったです。生卵が入ってるので、まずはそちらを潰さずにそのまま食べて濃厚醤油を味わう、そして卵を潰してまろやかを味わう。完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。本日は京橋駅から徒歩寮の場所にある丸岡商店さんに行ってきました。濃厚醤油がたまらなく美味しくて、そしてサービスの生卵、あれでまろやかになってめちゃくちゃ美味しいです。お食事としてがっつりいただいても美味しいですし、お酒の締めにいただくのも最高だと思うので、ぜひ皆さん行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。やっぱ定期的にラーメン補給いるな。